婚式の、まあ、民族衣装なんですけど、シャワールカミーヌ。皆さんこんにちは、アンクルシェフです。今日は知り合いの結婚式に呼ばれてやってきました。時間通りに到着したんですが、案の定誰も来てないので、アイスでも食べて待ちましょう。なんか some likes the sherbet. Do you have like sherbet? Like mango? This like mango, ね。Yes. Mango のオレンジ。オレンジ。OK. This one. This one. オレンジシャーベットいただきます。How much this one? 140. 140? Oh, yes.40ルピーです。なんで20円。こちらにはパキスタンタイムという言葉があるんですが、まあ 3,40 分は軽く遅れます。で、まあ新郎なのか新婦なのかが到着しましたが、よくわからないです。これみんな待ってんで撮ってます。音楽隊も到着して結婚式が始まりました。私は2回しか結婚式出たことないんですが、多分これがもうメインイベントと言っても過言ではないのかなという感じです。ちょっと私にはこの意味がわからないんですが、お金をばらまいたり、今回はばらまいてはないんですが、まいてる体でお金を回収してますね。違いますが、こちらの結婚式は男性の新郎のための結婚式で、男性が主役です。そう、実は結婚式は4回ぐらいあるらしいんで、女性が主役の方の結婚式もあるかもしれないですが、私は行ったことがないです。この時点ではまだ新婦さんは到着してないです。このバージンロードみたいなのを男性側が最初に歩くという感じですね。結婚式が始まりました。ちょっとまだプログラムがどうなるかわかんないですが、始まってます。一応結婚式でもここが壁というか、壁で分かれてて、女性ゾーンと男性ゾーンに分かれてます。あまりこっちは撮れないんですけども、こっちが男性ゾーンですね。そう、これが結婚式の、まあ、民族衣装なんですけど、シャワールカミーヌをみんな着てます。今日は結婚式なんで、ちょっといい仕立てのやつ着てますけど、まあ普段はもうちょい麺のやつを着たりしているやつです。またその写真、その動画をここで出します。はい、これが普段着のシャワールカミーヌですね。これがチットラルトピーズというのは、チットラル地方の帽子ってやつですね。普段はこういう麺みたいなのとか、夏はもっとシャワシャワしたようなものとか着てます。あと靴がこういうサンダルをみんな履きますね。まあだいたいパキスタン人の男性の 90% 以上はこの服で過ごしています。あまり黒い色とかはないですね。明るい色で太陽の光を吸収しないような色が多いです。ね、ここは公民館なんで猫が入っちゃった。おい、これから多分ご飯が来て食べて終わりかなっていう感じだと思います。これは男性ゾーンですね。なぜかパキスタン人はカメラを向けられるとみんな黙ってしまいます。笑顔が出ないです。こちらはこの後披露宴の食事のビリヤニを作っているところです。
新郎から遅れて1時間ぐらいで新婦さんも到着しました。新婦さんが到着するときには先ほどみたいなあの派手な演出はなく、そろっと入っていらっしゃいました。こちらが新郎新婦ですね。ビリヤニが到着しましたんで、みんな群がってます。何があるかな、何だろう、チキンティカ、チキンティカとビリヤニだね。あ、ソーリーさあ、お待ちかねの食事の時間になりました。みんな長い時間待ってるのでお腹がペコペコだと思います。はい、アサラマレコン。あらあら、お皿を落としちゃったりしてますが、皆さん我先に我先にと結構カオスな状態になってます。私がここ到着してから2時間経ちました。やっと食事の時間です。みんなすごいね、ほんとパキスタン人すごい量食べます。こっちもかな、あ、こっちはまだなんだ。あ、やっぱ男性の方が早く食事来るんですね。不思議だね、女性の方はまだ食べれてません。野郎どもが群がってます。争奪戦です。これはもう争奪戦。本当にパキスタンの方はよく食べるんです。だいたい若い方でこれを 2,3 倍軽く食べてますね、まあ、その分若い時からお腹は出てます。Is this chicken? Chicken. Mm-hmm. Okay, but you first.
謎の爆発音が続いてます。これはキールっ て、 言ってお米、カイユのデザートみたいな感じです。めちゃめちゃ甘いです。これがキールです。伝統的なお菓子。それでは本日もご視聴ありがとうございました。日本とは結構逆な感じの結婚式で男性が主役っていう感じでした。もうすぐパキスタンに来て2年になりますが、まだまだ知らない文化や、まあ、食事もそうですけど知らないものがいっぱいあります。これからもっと勉強していっていろいろ動画に撮って紹介したいと思います。ご視聴ありがとうございました。